突然ですが問題です。ナポリタン、ミネストローネ、マルゲリータ、この3つの料理に欠かせない食材は？内山さんお答えください。いや、そんなもん簡単に言う、トマトでしょ。もうすぐわかりますよ。正解はトマト。もちろんわかりましたよね。トマトって世界中でとても愛されている野菜なんです。やっぱり食って大事ですよね。ということで今回は野菜や果物を育てるのによく見られるグリーンハウスに関係する企業を研究していきます。訪れたのは埼玉県羽生市にあるグリーンハウス。栽培しているのはいちご。美味しそう、食べたい。美味しそうないちごなので早速いただいちゃいました。うん、美味しいです。甘くて、これが完熟の美味しいいちごですね。実はこの農場、今回研究する企業さんが会社の製品を実際に使い、美味しい作物が作れるように研究・実践を行っている実践農場なんです。この農場を運営している企業さんがこちら。水と住まいと農業の領域で元気で快適な暮らしを提案している渡辺パイプさん。日本の農業を支えるグリーン事業部を見ていただきたいと思います。グリーン事業部とは？グリーン事業部はこのようなグリーンハウスはもちろん、ハウスの中にある栽培設備や作物を効率的に作ることのできる栽培システム、肥料に至るまで安心なサービスを添えて提供し、農業総合メーカーとして一番を目指しています。すごいですね、今ね、技術が。自然災害が多い日本、農被害に遭ったというニュースも見かけたりしますが、そのような被害を減らしたりできるんですか？そうですね、そこがちょっと難しいところで、夏になると台風が来ますし、冬になると大雪が降る場合もあります。どうしてもこう生産が不安定になりがちになってしまいます。そういった自然災害に強いハウスをご提供することで、お客様にできるだけ安心して農家の皆様を支えたいと思っています。おー、そう、渡辺パイプさんはそういった災害から作物を守るハウスを作っているので、農業に携わる人たちからの信頼を得られているんです。その他にも植物園の温室や商業施設のガラス建築まで手掛けられていて、農業だけにとどまらない、まさに温室のプロフェッショナル。こちらの実践農場でも設備や栽培システムを使って実際に作物を育て、機能性の確認を行い、安定した農業に取り組んでもらう研究を行っているのです。こちらのハウスには換気装置だったり、暖房設備、自動カーテンだったり、さまざまな設備がついています。特徴的なのはまずこちらのハウスですね。ハウスの中に影ができにくい構造になっているため、光を多く取り入れられて作物の収量が上がるハウスになっています。さらにこちらの制御盤では窓の開閉から温度調節、水や肥料をまくことまでできるのですが、すごい、ハウスの中で制御盤を操作しなくても携帯が一つあれば簡単にハウスの外からでも操作することができます。すごいね。さらに設置されたカメラの映像で作物の育ち具合のチェックもできるのです。めっちゃいい。ちなみにハウスっていくらくらいかかるか興味ありませんか？その答えは本社の朝倉さんが教えてくれます。ハウスといっても様々なものがありますので、お客様に合わせた適切なものをご提示する必要があります。見積もりの新システム楽ちんでは、農家様ご自身で簡単に参考価格を見ることができますので、そちらを使って実際にご説明していきたいと思います。今回は強風が起こりやすい地域で100坪の土地にいちご農園のハウスを作る架空の設定で見ていきます。こちらのステップ1というところで、例えばハウスの大きさですとか、そういったものをお入力していただく画面になります。まず高さから選定します。だいたい2メーターぐらいですね。そして条件に合ったおすすめのハウスが導き出され、その中から希望のハウスを選ぶと、実際に100坪の土地にあった今ハウスをこちらの方に出しております。これは中とかいろんな角度からも見ることができるんですか？
そうですね、こちらで全体図を把握することが可能です。すごい、中までこちらを選択していただくと、いちごのハウスに適したオプションや付帯設備がこちらの方に一覧で表示されるようになっております。意外といいお値段してますね。そうですね、強度を弱くするとお安くすることもできるんですが、災害が起こってしまうと離農してしまうお客様も多いので、それを食い止めるということが食料自給率の向上につながると考えています。ハウスを建設してから土地に馴染むまで時間がかかりますので、その際に災害が起こった場合、復旧を行う3年保証サービスというものを始めました。ハウスを取り扱う会社はいろいろあると思いますが、なぜ渡辺パイプさんが選ばれるのでしょうか。業界で先駆けたサービスで支持されていまして、これまでに約3万棟のハウスを建設しています。これは開発から施工までワンストップで取り組んできたからこそ実現できた当社独自の差別化ポイントです。食ってすごいやっぱ欠かせないものなので、そういうのをやっぱ守っていきたいですよね。はい、食を支えている営農家の皆様と共に歩んでいきたいと考えております。災害に負けないような農業の姿を目指して、安心安全な農業に取り組んでいただけるようお力になれればと思っています。農業を支えるハウスメーカー市場でシェア一番の企業を研究すると、日本の農業を守り、日本の食を守る心が見えました。